みなさんどうもこんにちは、ガクです。本日は8月8日木曜日、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画一本で終わらせていきたいなと思います。本日から新シーズン超激アツ更新と言いたいところなんですけど、ちょっととね、まあ渋めというか意外と微妙な更新ではあったんですよね。まあただいろんな要素は来ていて、こちらの11個に新要素をまとめてきましたので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。で、まずはですね、もうこの画面にも出てるんですけど、もうなんかクリスマスパーティーみたいなテンションで、シーズン8、ザ・カーテンレイサー、やってまいりました。期間はですね、本日から9月12日、まあおそらくここで大型アップデートがやってくると思うんですけど、そこまでの1ヶ月間、リアルの新シーズンに合わせた形でやってまいりました。で、いつもだったらこのタイミングで先行公開エピックとかこの辺りに来るんですけど、今回は特に更新がなくて、まあ書いてあることとすれば、バージョン4の配信を前にドリームチームを強化できるキャンペーンやイベントを実施していますって書いてありますので、まあそうね、新シーズンに合わせた遺跡関連のガチャだったりとかキャンペーン、その辺りが中心になってくるんじゃないかなって思ってますね。まあ、でもやっぱこういう画像テンション上がりますね。さあ、そして僕が今週一番熱いと思ってるのがこちら、eFootball 2024が大型アップデートということで、ついに来シーズンへの大型アップデートの最新情報が公開されました。まずここに書いてあるんですけど、アップデート後 eFootball バージョン4に名称が変更となりますって書いてありますので、今後は2024とか2025とか年度は入らない形になるみたいですね。なので2025への大型アップデートじゃなくて、バージョン4への大型アップデートが来るみたいですね。で、実はですね、ここにもう細かい引き次のルールがいろいろと書いてあるんですけど、ここに関してはもうこれだけで話すと10分ぐらいありますので、一旦別の動画で詳しくお話しさせてください。この辺りのルールを見つつ、今やるべきことなどしっかりとまとめてきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。とりあえず言えることは、この契約更新チケットを残しておくこと。なんと今回ですね、契約更新チケットを残しておくとエピックなども入っているガチャを引くことができるみたいなんですよね。めちゃめちゃ大事なので、とりあえず契約更新チケットは1枚でも多く残しておく、そこだけはしっかりと頭の中に入れておいてください。さらにさらに、オンラインやる方にとってはこちらも大きな情報だと思うんですけど、eFootballリーグのマッチング制度に関して、実は全フェーズって結構マッチングの格差が大きなことになっていて、ディビ3の人でもディビ1とバンバン当たるような環境だったと思うんですけど、だいぶこれクレームがあったっぽいですね。多くのお客様からご意見をいただいたということで、今回のフェーズ11はフェーズ9までのマッチング処理に戻ったみたいですね。まあ、なのでそうだな、前回みたいな大きな格差のあるマッチングっていうのは今フェーズにおいては発生しないんじゃないかなって思ってますね。まあ、その分ディビアンの難易度っていうのもまた元に戻って上がってくると思いますので、今フェーズもディビアン目指して頑張りましょう。ちなみにこれ豆知識なんですけど、実はディビジョンのバッジってフェーズごとに模様が違うっぽいんですよね。フェーズ9だとこんな感じのギザギザ模様、フェーズ10だとさざ波模様みたいになってますので、この模様をよく見ればどのフェーズのディビジョンのバッジかわかるっぽいですね。さあ、木曜日ということでイベントやガチャも更新されたので、まずはイベントから見ていきましょうか。オンラインイベントに関しては、まあ、特に新しいものはないですかね。コープイベント、そしてアチューメント対象の国代表テーマイベント、そして J リーグのオンラインイベント、一番右のですね、こちらの J リーグがスキル追加とコインがもらえるイベントになってますので、右側から順番にしっかりとやってあげてください。さらにオフラインはすごくシンプルで、 J リーグのツアーイベントとコープイベント、この2つだけでしたね。で、しかもね、この J リーグのツアーイベントがいつもの習慣ではなくて、夏の遺跡ガチャの無料券なんですよね。まあ、ぶっちゃけ今週は CL 復刻週間の起きてくれた方が激アツでしたけど、一応ですね、夏の遺跡ガチャ、ここから1回は全ユーザー無料で引けちゃいますので、このイベントは絶対にクリアしてあげてください。さあ、そしてここからガチャに行く前にですね、もうこんなバナーできたってことは、僕今日ね、遺跡反映されると思ってスタンダード選手リスト見てたんですよ。そしたらさ、もう全然更新されてない。どういうこと？いや、トレーラーも今日公開されたんですけど、そこでね、インテルだったらジエリニスキとかタルミとかめちゃめちゃ動いてたのに、もう全然いないんだけど、これどういうことなんだろう。逆に言うとね、反映されてる選手もいるんですよ。
見て、フェネルバフチェに移籍したサンマクシマン、実は通常取れるようになってるんですよね。まあこれね、嬉しい方すごく多いと思うんですけど、いやなんかね、統一感がないというか、一部選手は反映されるんですけど、まあほとんどの選手はまだ反映されてないって状態になってますね。まあクラブスカット作ってる方とかはリアルでの新戦力を早く使いたいと思うんですけど、現状ですね、まだほとんどの選手は反映されてませんので、そこはしっかりと認識しておいてください。まあ逆に言うと、この後話すんですけど、夏の移籍ガチャが、まあ、新チーム搭載の先行仕様みたいな、まあ、そんな立ち位置になってるんじゃないかなって思ってますね。コナミさん、早く搭載お願いします。さあ、そしてここからはですね、ガチャのお話いきましょうか。まずはサプライズで復刻したのがこちら、ラリーガイピックということで、クライフ、フィーゴ、リバウド、今まで各ガチャの目玉としてやってきたエピックが一気にギュッと詰まってやってきてしまいました。いや、これ結構神ガチャじゃない？まあリバウドはそこまで見ないですけど、クライフ、フィーゴともに、まあ、結構使われてる選手たちではありますので、まあだいぶいいガチャなんじゃないかなって思ってますね。ハズレもいないし、神ガチャの部類ではあると思うんですけど、いやちょっと思うのはね、今かーって感じなんですよね。1ヶ月後に大型アップデートが迫る中で、間違いなく大型アップデートがあると新たなブースターとか新要素が入ってくると思いますので、まあそこ考えると、なんかここで無理にコイン使うほどではないのかなって思っちゃうんですよね。3人全員欲しければ、まあ、勝負しちゃってもいいぐらい神ガチャではあると思うんですけど、個人的にはこのタイミングは復刻に引くよりも今後に向けてコインを貯めていただくフェーズなのかなって思ってますね。冷静に判断してください。まあ、あとはね、クライフとかフィーゴ使ってて、お復刻すんなよって思われてる方いると思うんですけど、もう半年前から使えてるあなたがナンバーワンですから、安心しましょう。さあ、そして月に1回ぐらい更新されるのがこちらの J リーグエピック、100名のボックスに対してヴィッセル神戸のイニエスタ、そしてセレッソ大阪の香川、この2人搭載とハイライトがこれ10名かな、はい、こんな構成でやってまいりました。まあ、どちらもですね、軽く能力見た感じ結構良かったですし、まあ、10連でねイニエスタ引けたので気持ちいい状態ではあるんですけど、まあ基本的には J リーグ好きな方以外は無理に引くべきガチャではないと思いますので、スルー安定、 J 好きな方、香川選手、イニエスタ好きな方はぜひ積極的に狙ってみてください。ちょっと今日更新多いのでサクサクいきましょうか。お次はサマートランスファーボリューム1、待望の夏の移籍ガチャやってまいりました。ありがとうございます。まず来てくれたこと、ここは感謝したいですよね。ただちょっと待てよと。いや、もちろんね、各チームのサポーターにとっては熱いガチャだと思いますし、それこそ菅原選手なんか来てくれたのは個人的にすげえ嬉しい気持ちはあるんですけど、若干ちょっと目玉不足なところはありますよね。まあ、ていうのも、それは選手のネームバリュー的なところだけじゃなくて、強化度っていうのもね、若干渋いというか、レベル上限も低めだし、それこそアーチーグレイなんかルーレットしかないですからね。いや、もうちょっと強化してくれてもよかったんじゃないかなっていうのが本音ですね。さらに昨年との違いで言うと、昨年は8名ボックスで3回制限だったんですけど、今年は11名のボックスになって、その代わり3回制限はなくなったので、まあ、誰でも狙いの選手は引けるようになってるって感じですね。いやー、どうなんだろうな、強化の見る感じ通常からちょっと強化されたって感じなので、まあ、さっき言った通り、通常がですね、まだ移籍反映されてない分、まあ、先行しようじゃないですけど、ガチャ引いた人だけ特別に先に使えるよみたいな、まあ、そんなテンションのガチャなのかなって思ってますね。とりあえず無料分は1回ありますので、絶対に引いていただいて、まあ、それ以降は能力だけ見るなら基本的にスルーでいいですかね。クラブスカット作ってる方はぜひ積極的に引いてあげてください。ちなみにこのガチャ、サマートランスファーボリューム1って書いてありますので、来週木曜日ボリューム2の更新が来ると思いますね。自分の推しチームの選手が来てない方、来週更新される可能性もありますので、そのあたりも楽しみに待っていきましょう。無課金美課金で夏の移籍ガチャに期待していた方、ご安心ください。今週はこちらでしょう、 CL 週間復刻やってまいりましたよ。いや、間違いなく今週の一番の神ガチャこれでしょう。冗談見ていただければ、バルベルデ、グバルディオルがいるのが分かりますし、デンベレだったりとか、下行くとですね、これブライムディアスやアルバレスまでいるんですよね。いや、これえぐいね。26名ボックスと今までの週刊復刻の中でも引きやすい部類ではありますし、その中でもかなり当たりが多く、平均値もすごく高いガチャになってますので、このガチャに関しては無課金美課金にもおすすめできるガチャになってますので、1週間しか期限がないんですけど、ぜひ積極的に引いてあげてください。で、おそらく迷うのがトリプルセブンパックと CL 週刊、どっちを引くべきか。
これ難しいですよね。迷ってる方も多いと思うんですけど、実は僕生放送で検証してまして、トリプルセブンパックってことはこちら7回分引けるじゃないですか。で、7回分引くとどうなるかってことで、生放送でとりあえず5回分引いてまいりました。その結果がこちらです。はい、ムバッペはいいけどさ、ちょっと何とも言えない引きになってきてますよね。まあ、もちろんね、僕のガチャ運が終わってるってのはあるんですけど、まあ、こうなるとやっぱり圧倒的にパックじゃないですか。まあ、ガチャっていうのはランダム性がある分、こんな感じでね、まあ、ある意味下振れしちゃう時もありますので、まあ、安定卓だったら僕はやっぱりトリプルセブンパックの方をお勧めしたいですね。いや、爆死してなえてアプリやめちゃうっていうのが最悪のルートだと思いますので、どっちか言うなら僕はトリプルセブンパックをお勧めしたいなって思ってますね。ただ上振れした時は CL 習慣がパックを超える可能性はあると思いますので、自分のガチャ運を信じて勝負したい方は CL 習慣の方を引いていただいてもいいんじゃないかなって思ってますね。それぐらいですね、今回の CL 習慣に関してはトリプルセブンパックと並ぶぐらいいいガチャではあると思いますので、そこは僕が保証します。あとはガチャ運次第で。ちょっとね、今日地震の影響もあって生放送途中で終わっちゃったんですけど、残り2回引けば7回分になって、トリプルセブンパック分 CL 習慣を引いた時に比較の場合はどんなメンツになるのかっていうのが分かりますので、とりあえず2回いっちゃいましょう。ちょっと音を出してと。さあどうだ。さあここよ。いや、グバルディオルでしょ、あとはバルベルデ、この2人はね、どっちかは引きたいね、7回引くなら。さあどうですかと。来る。お、来た。何が。おー、なるほど。いや、まあ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 、範囲はヒカックのガチャ運か、これ。ちょっと待って、まだ1回ある。まだ諦める時間じゃねえ。サッカーは90分からだろ、任せろ。さあラスト1回頼むよ、マジで頼むよ、お願い、本当にお願いします。いや、ちょっとさ、生放送でもヒカックだったらパックの方がいいとか、もうそういうコメントもありましたけど、まあでもさっき X でね、完璧したみたいな報告もあったし。おー、来た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 、最後に来る、これはいいぞ。オッケー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 、この結果か。ちょっと待ってね、7回分見せるわ。どうですかこの7名。まあグバルディオルで耐えたけど、まあこの結果だったらトリプルセブンパックだな。まあどうしてもガチャ引く分ですね、不安定な要素はあるんですけど、まあガチャ引くっていうのもね、楽しかったりもしますので、ちょっとギャンブルしたいなって方はぜひ CL 中間の方で勝負してみてください。僕からみんなに伝えられることがあるとすれば、ガチャは怖い、無理するな、それだけは伝えたいです。さあそしてこの動画もラストになったんですけど、新たなフェーズが開幕したということは、新たな締め契約2つやってまいりました。ちょうど今週の予想動画でも紹介しましたけど、1年前と同じバックインザゲームと J リーグの POTM、 この2つやってまいりました。まず皆さんに言いたい、明日ですね、この締め契約のおすすめ動画しっかりと動画作って発信していきますので、ちょっとだけチャンネル登録してお待ちください。でもしですね、期限的に今すぐ取らなくちゃいけないのであれば、まあガビじゃないかな。まあ今回もね、選択肢がなかなか少ない中ではあるんですけど、とりあえず今見てる印象ではガビが頭一つ抜けてるかなと思ってますので、迷ってる方はガビ、これだけメモして帰っていってください。あとね、 J リーグの方で言うと、満田選手がサイドバック登録で若干バグ強化されてるんですよね。なかなかにいい能力になっていて、イベントだったら間違いなく活躍できると思いますので、保身を余ってる方は満田選手に使ってみてください。さあそしてラストはマッチパスやってまいりました。今回バリューの得点選手がなんと三笘選手、これ嬉しい人多そうですね。そしてプレミアムが来るとは、いや、ここでクルトワが来ると、いや、結構2人ともいいと思いますけどね。それこそまあ三笘選手なんかは何回か登場してますけど、もしまだハイライト持ってなければバリューで解放して獲得するの十分ありだと思いますし、クルトワもですね、これ多分1年ぶりぐらいのハイライトですよね。これは嬉しい人も多いと思います。ただまあクルトワに関しては1000コイン使って解放するべきかって言われると正直微妙なラインなんですよね。まあ三笘選手に関しても過去にいろんなバージョンは出てますので、まあどうしても手持ち次第にはなりますよね。明日の比較動画でしっかり過去版との比較持ってきますので、とりあえずノータイム解放しろっていうほどではないので、そこは冷静に判断してみてください。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。まあなんだかんだ更新内容多いですよね。週末にかけてマッチパスのおすすめ選手、サマートランスファーのレベル
ベマ企画、さらに週刊復刻のおすすめ選手やったりとか、そして大型アップデートに関する情報も全てこのチャンネルから発信していきますので、ぜひ楽しみに待っていてください。今日も最後までありがとうございました。本日九州の方で大きな地震ありましたので、九州お住まいの方とか親戚が九州に住んでる方とかいたら、身の安全を第一に気をつけながら過ごしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。